金魚、学名、カーショス・ジョトゥース・ジョトゥースは、船の突然変異を人為的に選択し、観賞用に交配を重ねた結果生まれた観賞魚。飼育が容易であるため、世界中で親しまれている。原産地は中国。中国の船、地位の突然変異種である、ヒブナを改良したものである。初めてに学名をつけた、スウェーデンの生物学者、カール・フォン・リンネは、金魚を船ではなく鯉の仲間とみなし、サプライネス・ウロトゥースと命名している。ウロトゥースは、ラテン語で、金色のという意味。近年、DNA 分析の結果、ギベリオブナが直接の先祖にあたることが判明した。淡水性で、主に藻や水草を食べる。卵生で水中の植物に産卵する。通常30センチメートル程度まで成長する。記録は59センチメートル、体重3キログラム。寿命は10年から15年。ギネス記録は43年。非公式で45年。生存可能な水温は0度41度。品種改良により、様々な色、形態の金魚が作り出されている。金魚はその祖先であるフナと同じく染色体が倍化した4倍体性であるため遺伝的変異を起こしやすい。この特徴を利用して人為的に様々な品種が作り出されてきた。比較的フナの体型に近い和金、ずんぐりした体に長いヒレを持つ竜金、眼球が左右に飛び出したデメ金などは日本では明治時代までに輸入された在来種であり、古くから親しまれてきたものである。これらを品種改良して、黒い斑点のある東金、背びれがなく、頭部にコブを持つ卵虫、短い体に長いヒレ、頭にコブがあるオランダ獅子やタマなどが様々な品種が作られた。愛知県産の地金、高知県産の土佐金、島根県産の出雲南金などは、各県の指定天然記念物となっている。2015年時点、日本観賞魚振興事業協同組合が認定している日本産の品種だけでも33種あり、認定の可能性のある品種を含めると50種類にもなる。これらに、さらに明治以降に中国から輸入された水泡眼、アメリカから輸入されたコメットなどが加わる。このように金魚の色、形態は品種によって大きく異なっているが、いずれの品種も分類学上はすべてサプライネス、ウロトゥースとして扱われる。品種改良された金魚は自然の中での生存競争に向かず、船の色や形に先祖返りしてしまう傾向があるため、品種を保つには意識的な維持、管理が不可欠となる。なお、原産地の中国では、草種金魚、船に近いもの、分種金魚、尾が開いたもの、単種金魚、背びれがなくなったものといった呼称はあるものの、日本のように品種といった明確な括りはなく、品種よりも個体ごとの変異や特徴を楽しむ傾向がある。体色は白、オレンジ、金色、赤、黒、茶など様々である。孵化してからしばらくの間は、フナと同じく黒色をしており、ここから徐々に赤い色などに変化していく。これを体色現象という。色は成長とともに変化することもあり、黒デメ金など黒い色をした金魚では数年経過してから退色が始まり、金色になってしまうこともある。金魚の退色には以下のような呼び名がついていることがある。金魚の特徴の一つは、その独特な尾の形である。船尾、吹き流し尾、三つ尾、四つ尾、反り尾、桜尾、クジャク尾などといった種類がある。特に三つ尾、四つ尾など、尾ひれの背面側が融合して腹面に向けて、左右に分かれた形は、他の観賞魚の変異にも似たものが見当たらない。水槽や池、水、砂利、または、ろ過器が必要である。金魚鉢と呼ばれる小型の飼育容器もあるが、水槽はなるべく大きなものが良い。金魚は、水温に変化に合わせて、体温も変化する、変温動物であり、水温が高くなれば体温が上がり、活発に行動し、食欲も旺盛となるが、逆に水温が下がると、体温も下がり、動きが鈍くなって、餌を食べても消化が衰える。金魚の適応可能水温は、摂氏1度以上摂氏35度未満であるが、これはあくまで適応可能な範囲であり、およそ摂氏15度から摂氏28度までの範囲が海適水温である。一般的に金魚は摂氏5度以下では冬眠状態であり、摂氏15度以上では元気に動いて餌を食べる。摂氏20度以上、摂氏28度未満の範囲では動きが活発で食欲もすこぶる旺盛である。しかし、摂氏28度以上になると動きが鈍く、食欲も下がってしまう。人間の体温は金魚にとっては極めて高温であるため、移動などの際には網などを使用し、人の手で直接触ることは避けることが望ましい。また、金魚は急激な水温の変化に耐えることができない。特に、プラスマイナス摂氏5度以上の水温変化は、金魚の体調に悪影響を与えるので、水の入れ替えなどでは注意が必要である。水替えは、ポンプ等で水を3分の1ないし2分の1程度を抜き、ろ過器の汚れやすい部分は飼育水でよく洗い、替え水はあらかじめ軽き抜き、塩素除去を施した水道水をバケツなどに用意しておき、それを利用すると良い。金魚飼育を続けると、餌の食べ残しや糞、尿などによって水質はどんどん悪化していくが、悪化した水質は、好気性のバクテリアの働きで無害化される。そのために、水槽の中でバクテリアを繁殖させることが、金魚飼育にとっては大切で、飼育水をすべて水道水に入れ替えたり、ろ過器、ろ過剤を水道水で洗ったりすると、バクテリアが死滅してしまう可能性がある。バクテリアが死滅しないためには水槽に砂利を敷くことがよく行われる。また、麦飯石や木炭、竹炭はいずれも多孔質で、水質の維持、改善に一定以上の効果のあることが認められている。餌は、藻などの植物性、虫などの動物性いずれも食べる。市販されている餌が便利である。1日1回から2回、5分以内に食べきれる量を与えると良い。また、新しい環境に慣れるまでの3日くらいは餌を与えない方が良いとされている。寄生虫によるもの、感染症によるものなど様々な原因で病気にかかる。主な病気に、おぐされ病、松かさ病、穴あき病、白点病、水カビ病、転覆病、カラムナリス病、風船病、イカリムシ症、腸症、運動性ロモナス敗血症、金魚ヘルペスウイルスなどがある。金魚は、オスとメスを一緒に飼っていても、産卵のための工夫を何もしない場合、稚魚が見つかることは、メダカなどと比べると稀である。産卵しても、放っておくと親を含めた成魚が産みつけた卵を食べ尽くしてしまうことが圧倒的に多いためである。金魚の増やし方は、比較的容易であるが、成魚からの捕食を防ぐため、水槽は別途用意する必要がある。日本では、春先、3月末頃から6月ぐらいまでが、金魚の繁殖の主たるシーズンである。繁殖期の金魚のオスは、エラブタと胸ひれに、追い星という白い斑点が浮き出し、メスを追いかけて、産卵を促すようになるので、水槽にはシュロなど、魚のためのとなりそうなものを入れる。亀の子たわしでも代用できる。大量に産卵させたい場合は、シュロの皮を針金に巻き、直径8センチメートル、長さ30センチメートル程度のブラシ状にすると良い。シュロの皮が入手しにくい場合は、ヤシの実のない皮、たわしの材料や、ホテイアオイの根、アナカリスやカボンバなどの水草などでも卵を産みつけられる。産卵期が、春先や秋口のことが多いため、オスは3歳前後、メスは4歳前後を、水温19度前後の水槽に入れる。人為的に産卵時期を変えることもできるが、奇形の発生率が上がったり、孵化率が下がったりする。生み出された卵は、直径1mm前後である。なお、卵の生存については、色で判別可能であり、生存している卵は、無色透明だが、死亡した卵は、乳白色である。産みつけられた卵を見つけたら、水草ごと別の水槽に入れて、孵化を待つ。稚魚用の水槽にもろ過装置やブクブクが必要であり、酸欠による卵の死を防ぐためにエアレーションを微量だけ行い、水槽の水が滞留するようにすると良い。大量のエアレーションを行うと、気泡による物理的ダメージで稚魚の奇形の発生率を高めてしまう可能性があり、ろ過装置に稚魚が吸い込まれないよう注意も必要である。稚魚は孵化後3日くらいは、じっとして動かず、お腹のヨークサック、卵嚢の栄養で育つ。稚魚が泳ぎ出したら稚魚用の餌が必要となる。稚魚用の餌として市販されている商品もあるが、成魚用の餌を乳鉢で細かく砕いて与えても良い。金魚は、長江下流域の浙江省近辺が発祥の地とされている。中国では、南北朝時代にはすでに飼育されていたが、当時はまだ一般的ではなかった。養殖が盛んに行われるようになったのは宋代に入ってからであり、開けたから年間、968年から975年に、現在の上海に近い浙江省華港の地で、金魚豊穣がなされたと伝わる。秋代に入ると、品種も増えている。中国の金魚は長らく皇帝、皇族や貴族、士大夫らによって、飼育、愛玩されてきたものであった。このため慶徳鎮の陶磁器などとともに、中華人民共和国成立後の文化大革命、文革においては、旧文化として、非難、攻撃、破壊の対象となり、生産、流通、飼育とも壊滅状態に陥った。生産者や関係者、さらにその家族まで帝国主義者として吊るし上げられ、浙江省の養魚場も破壊された。金魚も大量に殺され、中でも貴重な系統の真魚が多く失われたことから、金魚生産は回復不能なほどの大打撃を受け、その歴史は断絶。生産手段や技術もほとんど失われたため、金魚生産で生計を立てていた人々が多かった地域では、文革終結後も経済的に非常に苦しい状態が続いた。1978年、昭和53年8月に日中平和友好条約が調印され民間の日中交流が拡大すると、日本の金魚生産者が浙江省などに出向いて、真魚の提供や技術移転を行って復興に協力し、間もなく日本のような大量生産も始まった。庶民に流通するようになったのは、改革開放政策実施後のことである。現在は中国伝統の特産物の一つとされるのみならず、日本や欧米への輸出品として、生産者は政府の支援を受けるに至っている。現在、中国の金魚は大都市の花鳥魚虫市場で販売されている。中国語において、金魚の発音、ピン音で字には、金余ると同じ縁起が良いものとされ、現在でも広く愛玩される背景の一つとなっている。お金が余るほど儲かるようにという願いを込めて、店の軒先に金魚、またはその置物を置くところもわずかではあるが存在する。日本では、鎌倉時代には、その存在が知られていたが、金魚そのものは、室町時代に中国から伝来した。後述の金魚溶岩草。金魚育て草によれば、文紀2年、1502年に、泉国堺、現在の大阪府堺市に渡来したとある。ただ当時はまだ飼育方法や養殖技術等が伝わっておらず、定着には至らなかった。江戸時代に大々的に養殖が始まったが、その初期においてはまだまだ奢侈品であった。江戸前期、大阪の豪商である、淀屋辰五郎は、天井に取り付けた、舶来物のガラス製の大きな水槽の中に金魚を泳がせ、下から眺めることにより初期払いをしたと伝えられている。江戸中期には、メダカとともに、庶民の愛玩物として広まり、金魚売りや金魚すくいなどの販売形態も成立した。俳句においては、夏の季語となっている。金魚愛好が広まったのは、延享5年、1748年に出版された金魚飼育書である。足立義之、金魚溶岩草の影響が大きいと言われている。ただ当時は、現代のような飼育設備もなかったために、屋敷に池を持っているような武士、豪農、豪商でもなければ、金魚を長く生かし続けることは不可能で、庶民は、金魚玉と呼ばれるガラス製の球体の入れ物に金魚を、入れの置き下に吊るして、楽しんだり、たらいや陶器、火鉢などに水を張って飼育したりしたようである。ガラスが普及する前は、桶などに入れていたため、金魚を上から見た見た目が重要視された。嘉政文化期には、現在の三大養殖地で大量生産、流通体制が確立し、金魚の価格も下がったことから本格的な金魚飼育が庶民に普及する。品評会が催されるようになったほか、水槽や水草が販売され始めるなど飼育用具の充実も見られた。この頃には、歌川国芳の儀が金魚尽くし、天保年間をはじめ、当時の浮世絵や日本画の画題としても広く取り上げられている。幕末には、金魚飼育ブームが起こり、開国後日本にやってきた外国人の手記には、庶民の長屋の軒先に置かれた水槽で金魚が飼育されているといった話や、金魚の絵などが多く見られる。明治維新後、ヨーロッパの愛玩動物、ペットの概念が持ち込まれ、犬や猫と共に家庭において愛玩用に飼育される、典型的な動物の一つとなった。学校の域などでの飼育も始まり、また、明治時代から大正時代にかけて、庶民の生活が次第に豊かになると、金魚の需要も多様化し、中国からの輸入や新品種の作出なども盛んになった。太平洋戦争中は、金魚を飼っている家には爆弾が落ちないという流言が東京中に広がり、人々は争って金魚を求めた。しかし戦争中であり、生きた金魚の入手は不可能に近く、陶器で作られた金魚のおもちゃが飛ぶように売れたという。一般に流通する品種も増え、第二次世界大戦後は理科の教材として取り上げられさらに普及した。現在も縁日や夜店の金魚すくいなどを通じて日本人には馴染み深い。現代では各地に金魚の養殖産地がある。愛知県弥富市、奈良県大和郡山市、東京都の江戸川下流域が三大養殖地として知られており、他にも山形県、熊本県玉名郡長洲町などが有名である。三大養殖地のうち江戸川下流域は近年、埼玉県北部及び茨城県南部へ養魚池を移す業者が増えている。東京都東側のベッドタウンとして宅地開発が進んだためで、江戸川区の金魚養殖業者は2018年時点で2件を残すのみである。このほか各地に美しい魚体の保存。鑑賞を目的とした愛好会、保存会が多数存在する。奈良県では2012年に、鮎やアマゴと合わせて、県の魚に指定された。中国本土のほか、香港やマカオ、台湾、ベトナム、韓国など、アジア各国、地域では、日本と同様に金魚の生産、飼育の歴史がある。特に香港では、住宅事情などから日本などに比べ犬や猫の飼育に、困難が伴うため、ペットとしての観賞魚飼育が古くから盛んである。金魚の生産量、輸出量も多く、郊外の農村部には養魚場も点在する。また、日本や東南アジアから多様な品種が輸入され流通しており、人口規模に比して観賞魚市場は大きいと言われる。香港を代表する繁華街である左官角の通り災害と称する通りには、水族店と呼ばれるアクアショップが100軒以上集まっている一角があり、金魚街と呼ばれている。この水族店では現在も主力商品として金魚が多く流通しており、金魚があらかじめビニール袋に梱包され店先に大量にぶら下げられている光景を見ることができる。小動物を愛玩する習慣がもともとあまりない朝鮮半島では、韓国の都市部でインテリアの一つとして、熱帯魚水槽が設置されてはいるものの、観賞魚飼育自体に人気がなく、金魚の流通も小規模である。タイやインドネシアなど、東南アジア諸国では、経済成長とともに観賞魚飼育も広まりつつあり、香港と同様の売り方をするアクアショップもある。また東南アジアでは主に、日本向けの輸出品として、熱帯魚とともに金魚が生産されており、熱帯地域特有の気候を生かし日本や中国では見られない新品種の作出も行われている。金魚は18世紀に中国からヨーロッパに渡り、ペットとして飼育されるようになった。また、アメリカには幕末の日本から輸入され、ゴールドフィッシュという名で販売されている。ヨーロッパやアメリカで作出された品種も存在する。1994年、平成6年7月8日に宇宙酔いなどの研究のため弥富町、当時産の金魚6匹が実験動物の一つとして使われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。